スタージェス。今すぐにでも新人君。いいね。ほら、ドッグミートが誰か連れてきたよ。それで、この犬はあんたの？私の犬じゃないわ。違うのよ。ドッグミートは、いわゆる独立した犬なの。そんな風に自由な精神は持てないわ。でも彼は友達を選んだらそばを離れない。これからはそばにいるでしょう。それが見えたの。それが見えただって？これは薬が原因でね。マママーフィーばあさんのサイトはあれのせいよ。覚えている限りずっとそんな感じでね。もっと聞かせて。過去や未来が少し見えるの。それに現在ですらね。今は何か向かってるのが見える。騒音と混沌によって招かれる。そしてそれは怒っている。それは何だ？マママーフィー、情報が必要だ。頼むよ。見える見えるわ。ああ、これはひどい。爪に歯に角、死の顔そのものを。やれるのはこれだけ。もう終わり。さあ休ませてちょうだい。それにやることがあるんだろう。二つ目は私たちを守るはずだった。ガービーは約束した。約束したのに。大丈夫か？救助チームと一緒？素晴らしい。いや違う、なぜだ。どうしたの？ここを出ていくの？ミスター。嫌だ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 。
しないでくれ、ママ。大丈夫か？大丈夫よ、クエスト。気を揉むのはやめてくれ。ああ。今のは、かなり素晴らしかったな。味方になってくれて嬉しいよ。みんなこの先大丈夫か？まあ、しばらくはな。少なくともこれで安全なところへ。聞いてくれ。初めて会った時、喜んで力を貸すと言った。それで実際助けてくれて、俺たちの命の恩人だ。だからほら、大したことはできないが、せめてお礼を言わせてくれ。これからどうするんだ？ママ・マーフィーがこれまで一番長い時間幻覚を見たんだが、サンクチュアリという場所だ。老朽化した地区らしい。でもまた新しく町は作れる。一緒に来ないか？あんたの助けがあると本当にありがたい。わかったよ、ガービー。行くよ。おや、それは素晴らしい。でも、あなたの運命にはもっと多くの意味があるんだろう。見えたよ。胸に開いた穴がね。俺の運命？どういうことだ？あなたには時間もないし希望もない。でも全てを失ったわけじゃない。あなたの息子のエナジーを感じる。あの子は生きてる。もっと聞かせてくれ。あのね、自分の話がどう聞こえるか分かってる。サイトは不気味なの。それにいつもはっきりしてるわけじゃない。でもあなたの息子はどこかにいる。それにどこを探し始めるべきかは私がサイトを使う必要すらない。連邦の偉大な緑の宝石、ダイヤモンドシティ、この辺りで最も大きな共同体。ダイヤモンドシティには何があるんだ？ショーンはそこにいるのか？もう疲れたわ。後で薬を持ってきてくれたらサイトはもっとはっきり絵を描いてくれるわ。ダメだ、ママ・マーフィー。それについては話したはずだ。そのうち死んでしまうぞ。し、プレストン、人は皆最後には死ぬ。私たちにはこれからサイトが必要になる。それにここにいる新しい友達にもね。さあ行こうじゃないか。サンクチュアリが待ち受けてる。よし、みんな、この友達のおかげで安心して出られるぞ。これからママ・マーフィーが知ってる場所、サンクチュアリへ向かう。そんなに遠くはない。知ってる？だってハイになってみたあの幻覚のことを言ってるんでしょ。それで次はまたママ・マーフィーに見えたっていう他にマシな計画もなく、骨折りゾーンのために出発するの？もっと悪い状況になるなんてありえない。みんないいから落ち着くんだ。みんな一緒にやっていくよな、マーシー。だったら次はどうすればいいか、もっといい考えがあるのか？誰かあるか？では、サンクチュアリということだな。名前通りの場所であることを願おう。さあジュン、もう行く時間だよ。ああ、うん。何度言ってもいい。オンに切るよ。今まで払ってきた代償のことを忘れるな。行くぞ。みんな、しっかり後ろをついてこい。離れるもんか。
休みで、この汚い出来物を見るのはもうたくさんだな。あー、この辺の人だったら気を悪くしないでくれ。一発一発を大事に撃ってくれ。どこに行くんだ。大丈夫よ、ジュン。とにかく一緒に来て。ああ、わかった。サンクチュアルね。まあ、そのうちわかるわ。見ろよ、みんなをサンクチュアリに連れて行くぞ。見つかったぞ。天国ってやつか。お宝がありそうだが、サンクチュアリに行くのが先決だ。もう少しだぞ。実は驚いた。ミニッツメンの初期メンバーの記念碑がコンコードのどこかにあるのは分かってたが、つまりここがオールドノースブリッジか。アメリカ革命の火蓋が切られた場所だ。クインシーを出て以来、こんなに縁起のいいことは初めてだ。何の話をしてるのか分からんが、その顔を見たらこっちも嬉しくなるよ。一緒に来てくれるんだな。嬉しいよ。ママ・マーフィーの言うことは正しかった。素敵なところを見つけてくれた。ここに落ち着いて我が家ってやつにしようじゃないか。いいだろう。彼女が見るビジョンを信じてるのか。いや、でも彼女はどうしてここが分かった。天からの贈り物ってやつかな。彼女を頼りにした方がいいぞ。要はここは最高ってことだ。探し求めていた理想の場所じゃないか。ああ、戦争前はここが好きだった。なんだって。戦争？それはいつの。ここに住んでた200年以上前に。つまりずっと冷凍保存されてたんだ。目覚めたのはついさっきだ。なんてこった。つまり古株のグールと一緒か。冷凍保存。誰か他に仲間はいるのか。息子だけだ。こちらが身動きできない隙に誰かにさらわれて、ずっと息子を探してる。それは気の毒に。見つかるといいな。何かできることがあったら言ってくれ。とにかくここにいてくれて嬉しいよ。こんなことを言ってはなんだが、他にも頼みたいことがあってね。ある居住地の住民が救助を必要としている。彼らはミニッツメンがどこかにいて助けに来るのを期待しているが、ミニッツメンが復活できる唯一のチャンスは、
頼りになる存在だと人々に知ってもらうことだ。だが困ったことに、ここでの仕事が忙しくて。居住地の救援に向かってくれないか。喜んで。素晴らしい。ミニツメにはあんたのような人がもっと必要だな。ところで、もし人の役に立ちたいならスタージェスと話をしてくれ。手を貸してやればきっと喜ぶぞ。